原田大輔は日本の男性プロレスラー。大阪府吹田市編山町出身。血液型大型。プロレスリングのは所属。小学5年の時に兄が遊んでいたテレビゲーム新日本プロレスリングトーンレッツ伝でプロレスの存在を知る。それからしばらくして1998年1月4日の新日本プロレス東京ドーム大会で行われた。 長州力の引退試合からプロレスを見るようになった。中学卒業前に本格的にプロレスラーになることを決意。中学時代はスポーツ経験がなかったがレスラーになるため高校でレスリング部に入部。高校3年の時大阪府高校春季大会 60kg 級で優勝した。高校卒業前に大阪プロレスのプロレス学校に入りそのまま入門。 2006年8月5日、大阪デルフィンアリーナにて、太鼓峠厚視線でデビュー。2007年5月、第2回情報プロレス新人大賞優勝。7月27日、プロレスサミットにて、佐々木隆史とシングルマッチで対戦。試合には、敗れるも当時の BJW デスマッチヘビー級、王者相手に物応じせずに向かって行き大検討する。10月14日から、 海援隊ジョにて1ヶ月間参戦。11月4日、国際武道大学にて、ストロンゲスト王者の新総コーとシングルで対戦する。大晦日のプロレスサミットでは、元三冠ヘビー級王者の鈴木実と対戦するという大チャンスに恵まれる。ゼウス、小峠、忠介と共に、ブラッドガッツを結成して、活動を開始。2010年2月11日、 小峠とのタッグ、桃の青春タッグで、秀吉正宗組を破り、初のタイトルを獲得。10月、第4回日テレ杯争奪ジュニアヘビー級、タッグリーグ戦に小峠とタッグを組んで出場。2011年1月15日、プロレスリング、ノアの丸藤聖堂青木敦氏が保持する GHC ジュニアヘビー級。 タッグ王座に小峠と組んで挑戦するも惜しくも敗戦。12月18日、大阪プロレス最強を決めるトーナメント天皇山初優勝。2013年4月29日の IMP ホール大会をもって大阪プロレスを対岸して小峠を追う形でプロレスリングの愛移籍することをエンディングで自ら発表。5月12日、プロレスリングの愛に入団。 2014年1月12日、ノーマーシーに加入。3月8日、有明コロシアム大会で、石森太志にと GHC ジュニアヘビー級選手権試合で勝負して、勝利して27代王者となった。ありがとうございます。